28回まであと28回。チャレンジ50第19関門。もしもし、聞こえますか？もしもし、チャレンジ50ずっと、あれ？大丈夫？大丈夫？もしもし。ちょっとトラブっております。はい、チャレンジ50の第19関門。これをこうすればいいのかな？どうしたらいいんだろう？よくわからないという状況ですけどね。向こうには届いているんでありましょうか？ただ今大変不安になっております。もしもーし。もしもし。聞こえますか？電話からは何も聞こえません。あら、もしもし。はい。小島さん。はい。電話から何も聞こえてないの？はい。ほんと、実はチャレンジ50のですね、第19関門。札幌市の小島由香さんからこのようなハガキが来ております。札幌在住のまさしファンの私は一応なんとか毎週西安を聞いておりますが、雑音ならまだしも周波数の近い北京放送らしいものなとか日本放送に負けて、声が途絶えてしまいます。あ、面白そうな話と身を乗り出した途端に放送が聞こえなくなり、しばらくして笑い声だけしっかり聞こえてきた時の虚しさ、そこで毎週とは言いません。一週分だけで結構です。私に1時間半しっかり放送を聞かせてください。方法はまさしさんとハッピーさんにお任せします。ね。小島さん。はい、聞こえました。聞こえましたね。はい。はい、さて、どうやってあなたに1時間半のものを、我々の放送を聞いていただくかということを我々で、協議をいたしました結果。はい。ハッピー鈴木の太っ腹な態度から。はい。じゃあ電話で聞かしちゃおうと。はい。それであなたに電話つないでるわけです。はい、ありがとうございます。そうです。長電話って得意な方ですか？相手によりますね。相手による。はい、今まで最高どのぐらい人と話したことありますか？最高は2時間ぐらいだと思います。よし、それなら耐えられる。2時間耐えられれば1時間半ぐらい。ちょっと明日耳が痛いかもわかんないけどね。大丈夫。それじゃあ今夜は番組の放送してる間中、札幌の小島由香に電話をつないで、綺麗な音で西安語を聞かせてあげようじゃないか。はい。ね。はい、じゃあ最後まで一緒に楽しんでください。はい、よろしくお願いします。はい。さだまさしの西安語、今夜は、諏訪からの放送。西安。この日一日とこの涼しさが増しているというか、うん、もう今日は実は寒いです、ね、寒いですね。日によっては、もうマイナスに入ってます、ね、はい、冬が少しずつ近づいてきておりますね。近づいているといえば、さだまさしの新しいコンサートツアー、ジェネシス91。一回にから英語のタイトルが言いたかった。創世記91。なんかね、フランクフルート焼いてるみたいで嫌だね、創世記91。準備は着々と進んでおります、うん、今週から今回のツアーの見どころ聞きどころ少しずつ小出しにちょっとあなただけにこっそりとお伝えしよう。なるほど。こっそりと電波でやってどこがこっそりだって言ってもらうこれを聞けばサタンコンサートが100倍楽しくなるというところまで追い詰めようではないか、うん、土曜日の夜11台の王者サタンコンサートの西安第471回。今夜は長野は新越放送ツアー放送局から午前0時半までの第7放送。最後の最後までゆっくりお付き合いくださいますようにね。さだまさしの西安。この番組はハートも美味しい東波東星がお送りします。第5回東波オールレーズンプリンセスの大橋咲希16歳。とにかく歌が大好きで、ちっちゃい頃から歌っていました。一日も早くオールレーズンみたいにみんなに愛される歌手になれたらいいな。それでは東波オールレーズン。チョコレートが塊で入った新しいタイプオールチャンクね。チョコが入ったクッキーなんて珍しくないな。チャンクっていうの？このチョコの塊すごい。
チョコがチャンクで入ったクッキー、東波とオールチャンク。さだまさしの文化放送広報部新聞発表のコーナー。さて今週の新聞発表はですね、練馬区氷川台の杉本恵美の作品。それでは広田さん参りましょう。参りましょうか。はい、参りたいと思います。神すらお願い。これだけ聞きました。ただの諏訪ではなく神諏訪、神諏訪、神諏訪にしたところは憎いという。素晴らしいですね。これは神諏訪お願い、杉本恵美大好き。何を考えてるんだろうかという。もういいですよ。これが堂々と大新聞に載ってしまうというこの恐怖の企画。はい、そう、練馬区の杉本恵美にはプレゼントとして今日の新聞の超拡大コピー、うん、さらに1ヶ月分の新聞代金の代わりに3500円分の図書券をお送りしてしまおう。素晴らしい、素晴らしいね、うん、さあみんなもサブタイトルを考えていただきましょう。今週はですね、11月24日の土曜日第473回放送分を受け付けます。この日の放送は久々のホームグラウンド、東京四ツ谷文化放送に戻ってからの放送でございますね。サブタイトルは7文字から9文字、放送する土地柄、審査委員長のハッピー鈴木の人柄やパンツの柄をよく考えて、なるほど、考えていただきたいと思います。宛先は郵便番号 160-02 文化放送さだまさしの西洋新聞発表のコーナー、こういうことになっております。はい、皆さんからの作品をお待ち申し上げております。さて続いてはこのコーナー。さだまさしのコンサートが100倍楽しくなるコーナー。さて、さだまさしの新しいコンサートツアー、ジェネシス91、まもなく近づいてきたわけでございますね。はい、広田先生。そうです。はい、今回また、11月23日の金曜日、埼玉県の三郷を皮切り、いよいよスタートするわけでございます。はい。はい、今回またさだは考えております。何かを。ね、うん、何かを考え、何かを。何を考えているか。これを言ってしまったら、面白くないというようなことも考えている。その通り。その通りです。ただ今回は非常に、図が高い、さだが。見てる人は迷惑だっていうぐらい図が高い。うん、控えおろう。控えおろうというような高さで歌ってしまうと。ね、ピラミッドの頂点で歌うんじゃないかというような。そうです。すごいものがあります。はい、とにかく、最前列 に陣取った人は、いい迷惑という。後ろの人はよく見る。そう。最前列に座っている人は、プラネタリウムに行った後のような疲れを、うん、受けるんじゃないか。首がね、恐怖感がありますがね、うん、元気に楽しく、今回は真ん中より後ろの辺が一番いいという。そうでしょうね。いや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 、最前列は最前列の楽しみがありますよ。ま、それはそれはいい、はい、そういえば広田さん、はい、あれやるんですか。何ですか。第14関門、おやレンジ50でハガキ1枚1枚にいらっしゃいの挨拶をするようにというチャレンジに失敗して、浴衣に革靴でステージに登場するという。何にも覚えてないなぁ。覚えてないなぁと言ってもダメ。ダメ、ダメ、ダメね。そんなこと言ってもダメ。うん、今回は、ぜひとも広田さんにどっかで、一箇所でいいですからね。どこで登場するか。何日かは言いません。何日かは言わないけれども、どっかで出る。やりましょう。よし、やっていただきます。はい。はい、さて、ところでですね、不問館の場所がよくわからないという方が多いんですがね。そうですね。不問館の場所をお知らせしましょう。新宿からですと、地下鉄丸の内線にて中野坂上で乗り換えます。方南町西口下車徒歩8分、こういうことになっております。そうです。西口の京葉バス厚生会聖堂前行きの終点です、うん、でここで下車しますと徒歩1分になっております。これ近いね。そうですね。西口から京葉バス厚生会聖堂前行きの終点で下車して1分、うん、ね、中野から行く場合には南口の京葉バス行きで永福町あるいは厚生会聖堂前で下車徒歩1分、うん、これ近い。なるほど。阿佐ヶ谷から行きたい人は南口の京葉バスが主流になっております。京葉バスまたは都バスでもいいです。渋谷駅行きにて和田堀橋で、下車してもらって徒歩2分。うん。そうなんです。状況になっております。そうです。交通事情をご考慮の上、なるべくお早めにお出かけいただきたいとここになっております。はい。午後5時30分の開場、6時30分の開演とここになります。駐車場はございません。自動車でのご来場はどうぞご遠慮いただきたい。はい。その辺に止めてもらっても困るんでね。ところで、今夜の放送を90分間電話で聞いている札幌の小島さん。はい。聞いてる？は
はい、切ります。時々呼ぶからねびっくりした。ダメだよ、寝てちゃう、うん、え、ちゃんと聞いてないといきなり呼ぶからね。はい、はい、それではお知らせです。男には薄いチャンスしかなかった。この町にはあと一軒しか店はない。そこになければそれは終わりを意味した。男は店に足を踏み入れ、ハーベストありますか。薄さの中に美味しさがある。東ハトハーベスト、チョコハーベスト。ウサギや帽子屋さんがいなくても東ハトチョコレートがあれば、それはアリスのティーパーティ。つぶつぶ入りのイチゴクリームにチョコの帽子をかぶせました。イチゴの好きなアリスたちへ、新発売。東ハトチョコレーブ。さだまさしの水泳や、富田ゆかりさんいらっしゃい。突然ですが、今朝アパートの窓から富士山が見えたんです。おお、ね、いいですね。いいね。自分の部屋からアパートの窓から富士山が見える、うん、富士見そうですかね。いやいや、それなんていうとかよくわからないけど、ね、富士山あげおですよ、この方。あ、ねえ、知らなかったんです、引っ越しして1年以上経つのに。うん、のんきな人ですね、うん、かつて就職したての頃、会社へ向かって降りていく道からくっきりと真っ白な山が見えて、初めは建築物かなんかと思っていたくらい整っていたので、お、気になって仕方なくて、うん、あの山って何ですかと人に尋ねて大笑いされた。富士山を知らない子というので有名人になってしまいました、うん、八戸生まれの私にとって富士山は見えるはずのないもの、うん、憧れの対象だったんですもの、うん、窓からの富士山は電線と鉄塔の向こうで薄いピンク色でした、うん、夕方だったかな、今朝か、じゃあ朝焼けだった。以前セイヤングでも富士山がどこまで見えるか難点で盛り上がったことがありましたよね。そう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 、あの時に一番遠くはね、三重県だった。お、三重県というぐらいですから、ええ、ね、なるほどね、一番遠くで三重県、うん、それから果たして、うん、現実に見えるかどうかわからないけれども、山形で一番高い山の頂上から富士山が見えるはずである。え、うん、山、そう、山の頂、山形県の一番高い山の頂に立つと、ね、富士山が見えるはずであるというハガキが来た、うん、すぐ反論も来た、来た、地球は丸いぞ高さで測るな、そうですね、距離があるからだいぶ下へ下がるぞっていう意見も来ております。なるほどね。これは確認されてるんです。もう確認された一番最長不等距離は、うん、不等距離ってのは変だな、最長確認距離は三重県、三重県ね、三重県から富士山が見える。あ、すごいな、これは。富士山というのは偉大ですね。そうです、日本で一番私の好きな山、富士山、富士山、バナナ、ありがたい、嬉しい。さて、千葉市の中村正史けん玉堂、ご覧の話題だ、いらっしゃい。中村正史が拾った喜べ、うん、ついに優勝したぞ。やったった、やったんだよ、やった、ね、これはプレッシャーに弱いやつだけれども、うん、ついに優勝した、うん、それで読んでみたいと思います、はい、松さんこんばんは。11月4日に平成2年度けん玉堂全日本新人王決定戦が行われました。新人王、こいつ何年新人なんだ、長い新人です。この日私はとても疲れていました。それもそのはず、マッサンのコンサートチケットを取るために徹夜で並んでいたのためです、うん、人のせいにしてきやがったな、うん、そのため十分な練習もできませんでした。おお、すまなかった。徹夜明けのため集中力と体力がどこまで頑張ってくれるかも分かりません、うん、そんな中予選が行われました。予選は4人しか抜けられないという狭き門です。しかし私は体力を温存しながらもトップで通過しました。予選が行われるとすぐ準決勝が行われました、うん、そうだ、残ったのが4人ならすぐ準決勝だ。そうだ、試合方法は10種類の技を、うん、それぞれ1回ずつ計10点満点です、うん、決勝には上位2名が残る形になります、うん、私は貯めておいた集中力と体力をフルに使いパーフェクトで決勝に進みました。お、終わりした。すごいね。決勝でも私は技をパーフェクトに決め、9種目10種目相手がミス、私は第6代新人王の座につきました。素晴らしい。そして私自身けん玉を始めて6年目にして初優勝でした。うん、すごいね。それでなんで新人王なんですか。そうなんだよ。とりあえずここでデビューになるわけ。あ、なるほど、ね、デビュー戦だ。話は変わりますが、1月に私が全日本大会で優勝したらステージに上げてお祝いすると約束してくれたんですよね。そんなことを言ったような気も、うん、覚えてないな。私は1月12日の千葉県文化会館のコンサート行きますよ。覚えてないの。まあその時に考えよう。はい、考えていきましょう、とりあえず今はもう考えたくないという、そういうことですけどね、はい、うん、所沢のカールベーム式ウィーンフィルハーモニー管弦楽団、いらっしゃい。
個性的という言葉が現代でも頻繁に使われているが、それについて私は言いたい。うん。外国人タレントなどが日本人について個性がないなどと言うと、個性がなくてどこが悪いんじゃ、余計なお世話だと反論したくなってしまう。うん。日本人に個性がない原因の一つに、学校のいわゆる校則、そしてその中の制服があるなどという、個性とは服装や髪型で変わるものではない。プロ野球の選手は同じユニフォームを着ていても個性がある。しかしそれは野球が好きな人間だけにわかるもんだ。個性とは所詮そんなもんだ。今個性的と言われているロックバンドがいくつかあるが、ロックバンドに関して無知蒙昧な私には全て同じに見える。つまり個性というものは一人の人間にあるかないかではなく、見る側にそれらを見る目があるかないかの問題なのだ。鋭い意見が来ております。ね、私もそう思いますね。はい、うん、個性っていうのは持ってないやつはいないんです。そうです、うん、それはどこでくくるかの問題でね、うんうん、つまり個性という言葉一つの捉え方にしても、どっかで足切りが行われているという現状があるね、うん、精神的なね、これはいけないことだと思いますな、うん、東京都府中心の体に安定感のない男がいらっしゃるこいつのこのペンネームだけはどうにかしてほしい、うん、ね、みんなでも、今も昔もモテる男の相場というのは決まっております。うん、背が高いとかスポーツができるとか、うん、今はそれに加えてこういうことがあります。それは数学理科系ができるということです。ほうほう、ねえ、そうなのか。そうなんですね、数学や理科系ができなければダメか、うん、仮に理数系に強い T 君がいるとしましょう、うん、T 君のところに女の子がやってきます。ね、 T 君ちょっとこのやり方教えてほしいんだけどと聞いてきます、うん、答えてあげると T 君は頭がいい素敵だという図式が成立し、うん、モテるのです。なるほど。私は理数系は大変弱く、うん、逆に国語に強いです。うん、だが、ねえ、ちょっとこの問題の作者の心情が読み取れないんだけど、とか、うんうん、第二段落の要点がうまくまとめられないんだけど、などと聞かれることは絶対にありません。うん、というわけで、女の子にモテたいけど背は低いし、スポーツもできないとお悩みのあなた。数学です。お悩みのあなたね。数学です、うん。数学をやりましょう。なるほど。新しい発見だな。そうですね。これを体に安定感のない男の定義と、こういうふうになっちゃう。定義はいろいろあります。男は、数学、理数系の方がモテる。なるほどね。そういうことなのかな。まあ、数学ができるっていう、言うんで、モテたからって嬉しくもないような気もするけど、まあいいや。うん、姫野正彦は埼玉県いらっしゃい。皆さんこんばんは、うん。僕の素朴な疑問に答えてください、うん。犬の鼻は人間の鼻よりも何十倍も敏感に匂いを感じると言われていますが、うん、犬は人間のおならの匂いを嗅いでも臭くないのでしょうか。うん、これは犬の鼻は、その、いろんなに匂いが全部、その、敏感に感じられるんだけど、嗅ぎ分ける力が人間よりも優れてるということであって、うん、おならはおなら。うん。あれが、そのね、うん、その数ぐらい入ってきたら、そりゃあたらおならの臭さが何千倍も来たらどうするの、インドールスカトールが。ずーっと脳髄に来ますよ。それは辛い。キャンと言って二度と起き上げませんよ、そんなもの。ダウンですよね。ダウンなんてもんじゃありませんでしょ。失神の類ですよ、それは。犬の敵おならですね、その犬の敵おなら。だから犬は嗅ぎ分ける力はあっても、特別その匂いを強烈に感じるというわけじゃないんだね、きっと。なるほどね。うん、そういうふうに考えればいい。はい。続いてのおはがきは、埼玉県入間郡の荻野康夫、いらっしゃい。荻野は国技館の方ばっかりしか書いてこないかと思ったら、おはがきにも書いてきてくれました。はい。僕の部屋の時計、いくつあるか数えたんです。うん。振り子時計、目覚まし時計、腕時計、ビデオの時計、オーディオタイマー、ラジカセの内蔵時計、うん、最後に石油ファンヒーターの内蔵時計。ウサギや帽子屋さんがいなくてもこれだけの時計に囲まれれば、荻野さんの部屋は不思議の国、うん、夜になると複数の時計がそれぞれの色で発光していて、なんかとってもゾクゾクします、うん、これは微妙に違ってるんだ、みんな。そうですね、うんうん、僕はデジタルは嫌いだね。なんで？言い張るもん、時間を。言い張るもん。言い張れますか？例えば11時22分、な22分なら25分なら28分ならって言い切るもん。絶対妥協しないもん、ね、もう言い張ってるもん。こういうアナログの時計っていうのは、ねね、今こう21分30秒に間もなくなろうとしてますが、だいたい21分半ぐらいかなという。なるほど。これが好きだ。かなね、だからもしかしたらこれ間違ってるかもしれないんだよ。なるほど。でも合ってるかもしれないわけじゃない、うん、ね、うん、これ間違ってるか合ってるかわからないというところが、うん、この良さだな。あやふやなところ、ね、あやふやなところ。これをね、もう21分だって言い切られてしまうとね、ちょっと待てよ、うん、と。本当にお前は合ってるの？本当にそう。それが2つのデジタル時計が違う方向を指してる。2分でもずれてると。デジタルがぼんやり映ってたらどうします？うん、難しいところだな。これは何分なんだろう。
役に立たんやろそれ。しょうがない。さて、はい、こういうのもあるな。鶏の話題だ。加藤信之16歳いらっしゃい川越市。すごいこと発見しました。うん、手頃な鶏くんを抱きます何、うん、手頃な鶏くんを抱きます。抱くんですか、うん、彼を小さくゆっくりと上下左右にこう動かします。動かします。動かします。いいですか、うん、そう、どうでしょう。動かすとどうでしょう。どうでしょう。なんと鶏くんの首が伸び縮みするので頭だけが動きません。はっきり言って妙な光景です。彼はこんな自分に気がついてるのでしょうか。ただ口を半開きにして遠くを見つめるばかりで。ばかりで。いいな。あ、頭の位置が動かないわけです。頭だけ。こう、体を上下左右に動かすと、頭の位置はこう動かないんだろ。なんか体だけはこう。蕎麦屋の出前のあのバイクに。バイクそうですね。あれだ。あれだ。あの自動車のサスペンションみたいなもんだ。そうですね。そうか、鶏は首がサスになってるんだな。なるほどね。それは気がつかなかった。さて、番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせ。11月30日金曜日午後6時半から日本青年館で行われる予定になっております、サダレイココンサート、うん、これにね、10組カップルで10組、あの20名様ご招待しちゃおうという。あら、これ大儲けか。宛先は郵便番号 160-02 文化放送事業開発部、はい、サダレイココンサート係まで、うん、はがきでお申し込みくださいね、はい、締め切りは11月23日の金曜日、消し印まで有効、うん、サタレイコニューアルバム君を信じてから川お届けします。何一つ変わらない朝。
夕暮れ間近の河川敷グランドは風だけを戻していつか誰もいなくなった女さん俺たちのことイモイモって言うけどさ格好も若方だしいいぜ言ってると思わないポテコそうよ投げ輪の言う通り私なんかおつまみにもおやつにもぴったりって感じじゃないおう俺なんかアイダホ生まれだったよ。やだやだ私もアイダホ出身なのよイモはイモでもアイダホ生まれ軽いポテトスナック東波とポテコ投げ輪小さい頃父の手はとてつもなく大きかったその大きな手は時に私の頬を叩き時に私と紙飛行機を作ったりした私が両手でも父の片手分しか煌める雲をつかめなかった頃父以上の男はこの世にいなかった今でもそうなのだが変わらない美味しささだまさしのさて大阪は MBS 毎日放送そして名古屋は東海ラジオでお聞きの皆さんいらっしゃいさだまさしでございますさだまさしのセイヤング第471回になります長野県は新越放送諏訪放送局からお送りいたしております本日はですねチャレンジ50の第19関門で、日頃雑音と戦いながら悩みながら聞いているという札幌市の小島優香さんどうやって聞かそうか悩んだ挙句の果て、電話をつないで受話器から聞かせるという大胆無謀な、しかし太っ腹な行為に出ております、電話つなぎっぱなしにしてます小島さんもしもし小島さん、はい、聞いてます聞いてます寝てない起きてますでところでさ、はい、あなたその電話どうやって聞いてんの耳に当てて聞いてんのそれともあのこう今流行り の, あの電話機でこう、スピーカーから聞いてんのいやあのちゃんと耳に当てて、正座して聞いてますよ正座して聞いてるはいでさあの家の人なんかはどういう態度もう寝静まってますあもう寝静まってるはいそれで電話だまーって電話受話器を耳に当てて、明かりはつけてるついてます明かりはついてるはいそれはついてないと怖いよ真っ暗闇の部屋の中でね喋んないですもんねそう真っ暗闇の電話の中で娘が受話器を耳に当てて時々なんて笑ってる声を聞くとまさか娘が無言電話をかけてるなんてね思われちゃいますからね、はい最後まで楽しんで聞いてくださいね、はい、もうそろそろ疲れてこない手がいや大丈夫です大丈夫はい忍耐強いねじゃあ続けて聞いててくださいねはいよろしくお願いしますさだまさしのセイヤングこの番組はハートも美味しい東ハート製菓がお送りしますうさぎや帽子屋さんがいなくても東ハートチョコレートがあればそれはアリスのティーパーティーつぶつぶ入りのいちごクリームにチョコの帽子をかぶせましたいちごの好きなアリスたちへ新発売東ハトチョコレーブマッシーパイはアメリカ生まれソフトクッキーでサンドイッチしたホワイトマシュマロをチョコレートでコーティング大胆にかじるアメリカンサイズのチョコレートパイです美味しさがお口いっぱいに広がる東波とマッシーパイさだまさしのせいえいやうっさの中に品がある国際ハーベスト大学こんばんは私国際ハーベスト大学総長やぶれ障子ハリマロでございます教授の花見浩二抜けまろでございます、なお理事長はアイドルの田村恵理子ちゃんから直筆のお手紙をもらってウハウハしているディレクターのハッピースーこと泥小路堀まろでございますいちいちそのもらった何これもらったその手紙をコピーして我々に見せなくてもよろしい、鈴木さんへ、先日はどうもありがとうございましたこれからもよろしくお願いします田村恵理子いい人じゃないですか立派な子だね。ねえ、本当に。私みたいに筆部署は全然ダメだ。こういうことはできないんだな。立派な子だ。
さて、現在ハーベスト大学生徒数が606名に達しております、うん、まあ実にたくさんのハガキが来ておるので吟味してまいろう。はい。国際ハーベスト大学入学希望、埼玉県所沢市、ペンネーム天盛るひなの長寺。うん、うん、あのハガキにしてくれ今後手紙は開けるのに面倒だ。うん、うん、先日我が父が珍しく岩登りをしていた頃の話をした。お父さんがロッククライミングしてたんだ。あ、ね、そうですか。最後に父が僕にこう聞いた、うん、おい、もしもの時はどういうふうにするかわかるか。うん、僕は答えられないと父がこう言った、うん、安いもんから捨てるんだよ、うん、わかる岩登りしてて、うん、辛くなるんだよ体を軽くしなきゃいけないんだよなるほど、ね、うん、うん、安いもんから捨ててくんだよ。そうでしょうね。説得力あるな。重いものからと言わないんだ。入学を許可しよう。生徒番号607番、うん、さて、これはですね、ペンネーム13日の金魚売り、うん、2回生単位なし。私の友人 T の実は、うん、5年ほど前のことを、彼は読書感想文の宿題にヘレン・ケラーの本を読んだ、うん、その本にひどく感動した彼はその勢いで感想文もかなりの自信作に仕上げた、うん、数日後その感想文が返された、うん、すると完璧なはずであった彼の感想文は無残にも赤ペンで直した跡だらけであった、うん、彼はヘレン・ケラーと書くべきところを全てユリ・ゲラーと書いていた。それ違う、それ違う。感想文の台のところにはこう書いてあった、うん、悲劇の人ユリ・ゲラーユリ・ゲラーはもう、うん、石油長者だよ今、うん、評価は竹が来ました、うん、さて、続いてのハガキ、おい吹奏部、ハーベスト大学入学希望、うん、先日社会科のテストで金融機関に関する問題が出た、うん、日本銀行は物価の安定および括弧の実現などといろいろ出た、うん、私は括弧の部分が分からず悩み抜いた末、商売繁盛と書き満足そればかりではなくさらにマイナスにされた。日本銀行は物価の安定や商売繁盛の実現、うん、エベスタンやないんやからね。そうそうそう、エベスタン、ね、エベスタンね、いいフォローだな。入学を許可しよう。はい、入学許可。黒沼哲夫、岐阜県の黒沼哲夫の作品、入学希望、うん、テストが悪かった時の弟と母との会話、うん、お前どうしてそんな点が悪いの、人間努力してできたことないのよ、なんであんた努力しようとしないの。母は怒ってそう言った、うん、弟がこう答えた、財布はしてもらえますけどね、うん、なんでお母さんダイエットできないの。母は静かに隣の部屋へ去っていった。入学を許可しよう。入学許可。お母さんつらいわ。切り返した、うんうん、情けない父の話、渡辺、後期1回生、うん、僕の親父はめったに自分から電話をかけない、うん、そのためか自宅の電話番号さえよく覚えていない、うん、したがって親父が何かの書類に自分の電話番号を書く場合毎回違っている。この前新しい名刺を作ったが、うん、名刺に印刷された電話番号も全然違う。覚えよ、家の電話ぐらい。覚えよ。緊急の時どないすんだよね。そうや秋田県の渡辺、1回戦評価は竹が来ました。竹になっております、うん、変なやつもいる。住幸男は岐阜県の本巣郡、我が町の教育委員会在籍社会教育指導員の N 先生、立派な人です、うん、そうですね、10億円のお札を吸ってみんなに配りました、うん、お札の聖徳太子の部分には先生が上半身裸でガッツポーズを撮っている写真が載っています。、うん、これも社会教育の一環なのでしょうか、うん、ええー、なーいい、ね、うん、一環でしょう。し入学を許可しよう。入学許可、UFO の町、白衣をよろしく。石川県白衣市のペンネーム UFO クリーニング、原田読めない。この前友人 H と話をしていた、うん、おい、小学校の時さ、よく消しゴムによ鉛筆差し込んだよ、うん、遊んだよな、うん、今考えればもったいねえよな、うん、友人 H、 本当本当。次の日の友人 H の消しゴムは新品になっていた。まだやっとんなこいつ。まだやっとったなこいつは。よし、入学を許可しよう。許可いいな、うん、いいな。笑いのずっこけ中学生、入学希望、うん、皆さんこんばんは、うん、これは父と母が結婚する前にあったことです、うん、いいな、慣れ初めだ。慣れ初め。母が円形脱毛症に悩まされていたんです、う
ある日父が母を呼んでこんなことをしたそうです。毛が抜け落ちてるところに黒いマジックで毛と書いたそうですそういうことが慣れ初めで父と母は結婚しました、いいな、本当に決対な関係ですね。決対な父と母だな、いいんじゃないですか。いいぞ、入学を許可しよう。入学許可、よし、続いてのランキングはこれだ。ペンネーム伊藤さん、加藤さん、アミノさん、入学希望、友達と二人で道を歩いていたら、大きな犬に出会った僕は怖かったので走って逃げた、友達が「おい犬だよ、走ると追っかけるぞ」と言ったので止まった、見事に噛まれた本当に追っかけてくるよ犬は。本当に追っかけてくるから、入学を許可しようかわしてもらったんで、さあところで、卒業検定に入りたいと思う。卒業検定、来週、ね、来週だ、来週ね、空型シルトと復活の立ち捨てとの卒業検定は来週に回そう。はい、今夜のハーベスト大賞どれにしましょうか、教授。そうですね、いろいろ、やっぱりあのいろいろありました。毛かな、 毛もいいですね。毛と書いたこの慣れ初めがいいぞ、消しゴムも良かったしね、それから、まあでも毛ですね、毛にしようか、毛です。笑いのずっこけ中学生、東京都八王子市に、特待生、はい、ね、東鳩製菓から美味しいお菓子の詰め合わせ、これをプレゼントしましょう、はい、はい、というわけで番組は続くけれども今夜の授業はここまで、全員道草しないで下校。あ、続いてマイクを笑い声渦巻く諏訪湖古城体育館へ切り替えてみないっていうのそんな切り替えてみたいと思います。古城体育館です。古城体育館です。面白いギャグのハガキを書いて格を上げていき、横綱になってゆくゆくは理事長の座を射止めようという。そうです。ね、いう状況になっております。はい、現在のところ幕下30枚目格に威王とシャチホコ。はい、これはあの学生横綱出身でございます。そうです。それからちょっとずいぶん下がりまして、序二段の90枚目にのど飴図の市原が来ております。はい、序の口の50枚目に住坂、40枚目に村重、30枚目に米屋のチャチャチャ、荻野が10枚目に来ておりますな。前相撲に地蔵幕内安井 JTB 地獄橋ドラゴンテール以下新弟子検査などとたくさんいおります。はい、それでは参りたいと思います。今月のテーマはですね、決まり手、はい、決まり手、決まり手を考えてもらおうと、こういうことでございます。そうです。これはいいのが来ておるな。 JTB 地獄橋、JTB 地獄橋は前相撲です。これに成功しますと、はい、序の口50枚目に進出します。はい、山菜ご飯には普通の白いご飯、山菜ご飯には普通の白いご飯、炊き込みで山菜ご飯の勝ち。うまいな。炊き込んだな。炊き込みね。叩き込みだな。炊き込み。うまい。よし、これでもって、JTB 時刻表は序の口50枚目格に進出。はい、藤原武彦は入門希望、東京都狛江市ですから佐田ヶ嶽部屋入門希望。はい、ファッションモデルにヌードモデル。うん、物出しでヌードモデルとかし、物出しってのはひどいよ、ひどいけど、まあ入門許可しよう、来週以後に新弟子検査を受けてくれ。はい、これはうまいな、シャチホコ、来ましたね、幕下30枚目格のシャチホコ、クリスマスの日に飾り付けをしている父にと料理を作っている母、クリスマスの日に飾り付けしている父と料理を作っている母、釣り出して父の勝ち、うまい、これはうますぎるよ、うますぎるよ、思わず幕下15枚目まで上げちゃう、上げちゃおう幕下15枚目、おい重量が見えてきたぞ、関取はもう、あ、もう一つ来てる、シャチホコ、おロングヘアとショートヘア、寄り切ってショートヘアの勝ち、うまいな、うまい、やっぱこれ幕下15枚目の価値がある、価値ある、よし、価値あり。さて、野田忍は佐賀市、野田は現在赤沙汰な、野田はよくわからない。わからないじゃん。198枚目って書いてあるけど、これは、入門規模だ。入門規模。割烹の主人に下の肥えたお客。割烹の主人には下の肥えたお客。見事な突き出しで主人の勝ち。うまい。これはうまい。突き出しっていうのは突き出しね。水道の蛇口に子供。あっさりひねられて蛇口の負け。こいつうまいな。うまい。才能があるな。よし、佐田ヶ嶽部屋に入門が許可された。強い、なかなか。強いな。続いてね、これは、みんないい技だもん。荻野来てるぞ、荻野。
荻野はな、序の口10枚目まで来てるから序二段まですぐ手が届いちゃうから、うんうん、よし行ってみようか。僕と兄貴、うん、突っ張って兄貴とリーゼントが怖いって書いてるいいな、うん、序二段150枚目格に出身した。ここで突然チャレンジ50の第20関門、うん、こんばんは、これは千葉県の四街道市の赤毛のあんこ。私は西洋語を録音するのに90分テープを使っています。そこでお願いです。45分経ったら山下あんあん先生にテープを裏にしようとボソッと言ってほしいのです。よろしくお願いします。第20関門、山下先生ボソッと言ってもらいます。文化放送のスタジオにいる山下先生、はい、ではよろしくお願いします。はい、あと10秒で45分になりますね。90分テープで録音されてる方、3、2、1、チェンジ。ちょっと2秒ほど遅れましたね。山下先生、はい、そのチェンジってのそれやめてくださいよ。いや、生放送って難しいですね。難しい、なかなかね、あの秒数通りにね、はい、あのケツを合わせるのは難しいですよ。でもありがとうございました、はい、これで20関門も通過したわけですね、それでは後ほどまたお目にかかりましょう続いてこの国技館を続けてまいりたいと存じます。はい、これもうまいの。ガンダム、ガンダムはちゃんと自分で書いてこいよな、どこにいるんだか、そう、わかんねえじゃねえか。ガンダム、とにかくガンダムはなんだかよくわかんない。入門希望と見た。わかめには昆布、わかめには昆布、突き出しで昆布の勝ち。うん、出汁ね、うん、出汁取って昆布の勝ち。出汁取ってうまい、うん、よし、入門を許可しよう。入門許可、これは定高家部屋に、許可された。はい、川崎市の宇佐美は福岡県福岡市出身バイ、定高家部屋新弟子検査を受けます。うん、集金には口座振り替え、うん、集金には口座振り替え、引き落として口座振り替えの勝ち。うまい、うまいね、なかなかの、そう、前相撲に進んでくれ、前相撲に進んで、はい、なかなかあの優れた作品がね増えてきましたね。そうですね、やっぱりテーマを決めるとうまい、いいみたいですな。今週の技能賞はどれだろうな、うん、今週の技能賞は、ね、いいな、最後のも良かったし、もろ出しっていうのも良かったけどね、うん、これやっぱり突き出しにしようか、うん、野田かすみ、そうですね、この割烹の主人に舌の肥えたお客さん、見事な突き出しで主人の勝ち、うん、これに技能賞を差し上げましょう。はい、ね、技能賞として頭髪、すでに時計は0時を回っており、この町にはあと1軒しか店はない。そこでそれが見つからなければ、それは男にとって終わりを意味した。男は店の前に立ち、祈るような気持ちで足を踏み入れた。ハーベストありますか。薄さの中に美味しさがある、東ハトハーベスト、チョコハーベスト。第5回東ハトオールレーズンプリンセスの大橋明です。福岡生まれの16歳 B 型。とにかく歌が大好きで、ちっちゃい頃から歌っていました。一日も早くオールレーズンみたいにみんなに愛される歌手になれたらいいな。 CM やポスターで皆さんに会える日を楽しみにしています。それでは私のテーマソングです。東ハトオールレーズン。頑張るよ。微笑みポストです。東京都練馬区の広部真理子さんのおはがき。先日友人宅で毎時間時を知らせる昔懐かしい時計を見て、おじいちゃんの柱時計を思い出したんです。幼い頃毎朝同じ時間にネジを巻いていた祖父の姿が今もまぶたの奥に残っています。最近の時計は夜だけ音を消すことができるそうですが、あの頃夜中に目を覚ました時、ボーンボーンという音を数えたものです。この夏久しぶりにふるさとに帰った時、100年近く前の柱時計が祖父亡き後も健在で、コチコチコチという音とともに私を迎えてくれました。そういう思い出たくさんお持ちの方いらっしゃるでしょう。時計というのは本当に不思議なもんですね。役に立つようで役に立たないようで、邪魔なようで、本当に便利なようで、縛られるようで、
なきゃ困るようで不思議な存在であります。広部さんには東鳩からハーベスト丘美味しいお菓子の詰め合わせをお送りします。松島智子さん、大きな古時計。塊で入った新しいタイプオールチャンクね。チョコが入ったクッキーなんて珍しいもんじゃん。チャンクっていうの、このチョコの塊すごい。チョコがチャンクで入ったクッキー東鳩オールチャンク。小さい頃、父の手はとてつもなく大きかった。私が両手でも父の片手分しかキャラメルコンをつかめなかった頃、父以上の男はこの世にいなかった。今でもそうなのだが、変わらない美味しさ。東鳩キャラメルコーン。さだまさしの水泳や。チャレンジ50第21関門。もう21関門になりましたですね。封書が来ております。さださん、こんばんは。私は神戸に住む小学校3年生の女の子です。お母さんと一緒に10月14日神戸市役所さだまさし研究会に行きました。小学校3年生、お母さんに連れられて行ったんだろうか、自分から行くと言ったんだろうか、大勢集まっていてびっくりしました。市役所の人よりも他の人の方が多かったそうです。今日は2回目の集まりがありました。そこで市役所の人よりも他の人の方が多かったので、神戸市役所さだまさし研究会という名前を変えたらどうかということになりました。いろいろな意見が出た結果、さださんに考えてもらうのが一番いいんじゃないかということになりました。私からもお願いします。新しい名前を考えてください、これがチャレンジ50の第21巻も。なるほど。もう署名が来ております、神戸という名前は入れてくださいね、佐藤マヤさんからこういうハガキが来ておりますかね。セイヤングのスタッフが考えたいろんな例があります。4894と書いて神戸、4894というのはどうか。なるほど。市役所、4894、意味がよくわからないっていう。なるね。実るほど神戸を垂れるさだまさし研究会というのはどうだ、これはきっとハッピーのアイデアではないかと思いますね、だから喜べさだまさし研究、これもハッピーの間じゃないかと思うんですよね。ね、ハッピーのノリでございますけどね。札幌で電話で聞いてる小島さん。はい。もしもし。なんかいいアイデアないかね。そうですね。神戸会。危ないな。危ない。神戸研究所。違うな。違うな。なんだろうな。神戸、いいんじゃない、別に市役所さだけんって元も子もない元も子もない、それ言うと神戸市役所さだけんでいいんじゃないかな。だって早稲田のさだまさし研究会だって早稲田大学の人ばっかりじゃないからね、他の大学の人もいるし社会人もいるし、だから別にいいんじゃないの。あの本部がこの市役所にあるっていう方がなんかステータスがあっていいじゃん。市役所がバックアップしてるみたいでさ、市役所さだけんで行こうよ。はい、結局新しいのは考えられなかったという。他に考えられないもんな、自分のさだまさし研究会だって別に研究 してもらったらってね、
なんか得になることもないしね、佐田の場合には。でも嬉しいことですよ。小島さん、そろそろ手が痛くない？いや、大丈夫です。大丈夫。はい、時々耳変えてる、こうやって耳。変えながら。変えながら。はい。あの情緒的なハガキはね、左耳で聞くといいよ。あ、そうですか。もう数学的なことは右耳で聞くといいっていうね。本当かどうか知らないけど、最後まで頑張ってね。はい。はい、どうしようかね。どうしましょう。なんかいいアイデアないかな、神戸の。ええ。考えましょう。考えましょう。じゃあちょっとしばらく考えさせてください。うん、ということに、しておきましょう。お時間までちょっとハガキをどんどん読んでまいりたいと思います。はい、参りましょう。長崎市のペンネームさだまんじゅうさんいらっしゃい。私は県丹に通う女子大生です。佐田さんなら県丹と聞けばすぐに長崎県立女子短期大学だとお気づきになるのではないでしょうか。はい、お気づきになりました。私の妹は県丹の付属幼稚園に通っておりました。さて我が県丹から歩いて5分ほど離れたところに石田屋さんという美味しいおまんじゅう屋さんがあるんですが、うん、そのお店に石田屋さんへと書かれた佐田さんのサイン色紙が飾られています、うん、ということは佐田さんはそこのお店でおまんじゅうを買って食べたことがあるわけですね。いつも石田屋さんの前を通るたび佐田さんを身近に感じ嬉しく思っております。これはね、石田屋さんはね、うん、佐田さんはこのおまんじゅうを買って食べたことがあるところじゃない、うちの母の代からね、うん、この石田屋さんのまんじゅうを食べておりますね。おいしいね、この破れまんじゅうが。じゃあもう古いよ、まあ、もう随分古くからあるお店ですね。うちのおふくろがその町内に住んでおりましたんでね、桜馬場というところですかね。そこに住んでおりましてね、私はあの鶴瓶ちゃんを連れてったこともありますね、このおまんじゅう屋さんに。はいはいはい、はい、実に石田屋さんには私はね時々ですけども、はい、あの伺っておりますということなんですよ。なるほど、はい、よろしくね、はい、さてもうおはがきですよ。レンちゃんからのおはがき、いらっしゃい。これずいぶん前にもらったはがきなの、ごめんね。9月21日は母の誕生日だったんです。うん、帰宅の途中にケーキを買った時のこと、ろうそく何本つけましょうかという問いに、49歳になるんですけど49本はちょっと無理ですね、あ、じゃあ5本お願いします。待つこと数分、うん、ケーキと共に手渡された一包みの袋、これが49本じゃないとダメだって言うもんですからね、という言葉と共に現れたのはコックさん。私とっても嬉しくって電車の中でもニヤニヤしてました、うん、18センチのケーキに並んだ49本のろうそくはすごい、うん、でも幸せな気分の一日でした。近鉄名古屋駅地下構内のメルヘンという喫茶店のことでした。沢さんも一度お寄りになっていかがですか。ねね、うん、こういう心遣いっていうのがサービスの原点だっていう気がするね。はい、うん、のど飴図の市原たゆみいらっしゃい。神戸市幕ののど飴、のど飴図の市原たゆみはお笑い小銀館の常連でございます。はい、この前耳鼻科で私の名前が呼ばれたんです。うん、だから向かいに座ってた大学生くらいの女の人が、あ、セイヤングのと言うんです。私を見てそうおっしゃったんで、つい私は、はい、相撲取りですと言ってしまい、周りの目が痛かった、うん、その人は神戸市スマークだからいつか会えるかもしれんなとか思ってんけど、うん、ほんまに会えたわ。しかし意外やわ、私よりめっちゃ年下やからびっくりしたわ、うん、そう言って笑っていたけど、じゃあ私って何歳くらいに思われていたんでしょうか、うん、ここがラジオのいいところかな、なんてふとこの頃思いました。はがきを通じて想像の自分といろんな人が対話できる楽しさ、最高ですね。私中学2年です、うん、中学2年にしてしっかりした子だよね、この子ね。大したもんだ、本当ですよ、ね、立派な子供さん、子供さんなんていけないな、ね、立派なリスナーが多いということに佐田さんは大変驚いております、はい、さあ今後ろに流れております好評発売中さだまさしのヒットメロディー集2番街の歌、この中からダイアリーね、信田和夫さんのピアノが聴き物でございます。インストゥルメンタルアルバム、信田さんのニュアンス大事というのが流行りましたね。天才信田、天才信田でしたね、はい、うん、信田さん元気に、アレンジャーとして、活躍をしておりますがね、はい、飲んでてね、うん、で、うまいからさ、マッサンのやりたかったんだよね。何を。いや、マッサンの曲をさ、ピアノの曲集にしてやろうよ、うん、なんて言われてね、マッサンもさ、ちょっとバイオリンとかさ弾いてさ、なんて言われてね、うん、つい載せられて、一緒に作ろうなんて作ったアルバムですけどね、はい、天才のぶた、はい、天才のぶたですね、はい、それで選んできた曲が自分の好きな曲ばっかと、本当にしょうがない人なんですけど、はい、それではお時間までこれを聴いていただこうと思います。さだまさしのセイヤング、この番組はハートも美味しいトーハート製菓がお送りしました。引き続きセイヤングアネックスでお楽しみください。
田正史のせいや。岩手の皆さん、いらっしゃい。さだまさしでございます。さだまさしのセイヤング第471回、今夜は長野は新越放送諏訪放送局からお届けいたしております。さあ、お待ちどうさまでございます。このコーナーでお楽しみいただきましょう。勝さんのクイズいいっすよ。クイズの出題者はホテルアッピーグランドの支配人、この番組のディレクター、ハッピー鈴木のライバル、アッピー勝さんを呼んでみたいと思います。勝さん、アッピー勝さん、おーい、どうすか。いいっすよ。いいっすね。うん、すごいっすよ今日。雪降ってる。うん、やっぱり来たよ。諏訪もね、うん、さっきちらついてた。あ、そう。うん、でね、あの松本からね、うん、スタジオにね、見学に来てくれた子がいるんだけどね、山の方は白かった。へえ、うん、だからきっとアッピの方もね、そう、すごく吹雪いてるの今。吹雪いてる、うん、すごいね、この寒気団に驚いちゃうね。さあ、早速参りたいと思います。今夜の回答者はやっぱりこの方でしょう。チャレンジ50で本日番組が始まってから今までずーっと受話器を耳に当ててセイヤングを聞いている札幌市の小島由香さん。はい、どうですか。いいっすよ。いいっすか。近くになんかラジオかなんかあるのかな。いや、ないです。本当に、はい、ちょっとハウっておりますけどもね、はい、さて、では行ってみましょう。勝さん、問題をどうぞ。はい、自然と心がクロスする安比高原では様々なアウトドアスポーツが楽しめますが、さて問題です、うん、36ホール全長13748ヤードのチャンプトンコースを持つあるスポーツ施設とは一体何でしょう。36ホール、はい、1番、はい、36ホールといえばこれ。名物の相撲の土俵。あ、結構面白いな、ね。うん、もっと面白いやつ。ちょっと本当3番36個の穴に人間が入って、うん、首を出したり引っ込めたりするアッピ名物のモグラ叩きゲームのグランド。あ、いいね、結構いいけどね。いいけど、いいけどね。全長13748ヤードっていうのはどうなのかな。チャンピオンコースっていうのはそのぐらい大きい土俵なんだろうね。そうか、うん、なるほど、大きいね、それ。大きいね。結構大きいですね。さて、小島さん、はい、11時からずっと電話をつないでますがね、はい、あの、いつもこの番組を聞くよりは楽に聞けてるでしょ。そうですね。ね、うん、うん、やっぱりあの案外こうやって全部聞いてみると案外面白いでしょ。いや、いつも面白いです。いつも面白い。ありがとう。さあ、それじゃあね、はい、答えをどうぞ。1番。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。これどんな問題かもみんな喜ぶね。嬉しいですね。外れると思った今。外れない確信を持って言っても、ね、わーっていうあたりがいいね。ね、さて、勝さん。おい。ね、11時からあの彼女はね、ずっとね、受話器でね、この番組聞いてるんですよ。疲れるよね。疲れるよ。中身も疲れると思えばね。そう。対戦も疲れるよね。対戦も疲れるよね。うん、何プレゼントしましょう。はい、うん、今日はアッピのトレーナーを。お、いいじゃん。ね。ね、はい。北海道の人ってほら、近い割にはあの行くのに遠いから、アッピ行かないでしょ。そうですね。ね。行ったことないです。だからアッピのトレーナーなんか持ってる人少ないよ。そうですね。うん。ありがとうございます。これは自慢になるね。はい。じゃあ、カツさん。はい。来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゆうかさん。はい。あと30分頑張ってね。はい。はい。さだまさしのセイヤングアネックス。この番組は地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロードがお送りします。私は AB ロード編集部の田中です。 AB ロードは海外旅行のツアーがいっぱい載ってる情報誌です。値段を比較するのに便利だし、現地のライブな情報も役に立ちます。それなのにまだ AB ロード読まずに海外行ってる人がいるんじゃないかって気がして心配で心配で。 AB ロード。お父さん、赤いミニ買って。赤いミニか。父さんも好きだな、健康的で。違うの、イギリスの車、109万円とお姉さんで見つけたの。赤もいいけど黒もいいな。お父さん、ミニはいいな。国産新車から輸入車ユーカーまで欲しい車が比べて選べる。49歳、会社員です。実は私の夢は OL になることです。5時5分の更衣室で、キャー先輩のブリジャーシルクだ、そう、ニューヨークのサックスのバーゲンで見つけたの。ラッキー。 AB ロードもぎたてニュースでチェックや。なっちゃって。地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロード。俺の声って一体どういう風に聞こえるんだろうな。いきなりですが、次のテープをお聞きください。
うまいよね、うまい、うまい、これ。素晴らしいよ、これね。素晴らしい。うまく繋ぎやがったな、うん、ねえ、なあの歌ってた人誰だろう、ねえ、うん、覚えてないな。アタックを送ってくれた埼玉県の仮面の忍者若ハゲさんには新しいカセットテープと1000円オリジナルテレフォンカードをお送りします。さてお待たせいたしました、大好評深夜の会へ。まずは先生方のご紹介でございます。この先生からですね、新宿のデパートで、はい、放浪 行骨の俳人、はい、三等家の世界展を見てきました。おお、そうか。興奮してます。おお、いいね。後ろ姿のしぐれてゆくか、深いな。深いな、ふるさとは話して歩く。そうですね、深いですな。まっすぐな道で寂しい、深いですね。山下先生、こんな話が来てましてね、はい、ペンネーム遠山る船長からね、はい、山下蘭先生、好きな作家太宰と言ってますが、はい、特に気に入っている作品は何ですか？私はですね、はい、津軽ですね。ああ、津軽ね、はい、うん、そういうことでございます、はい、そして、明るい先生はこの先生。私も興奮しております。今日はね、生まれて初めて虹の真下を車で通過。虹の真下をくぐった通過ですね、素晴らしかった。アンダーザレインボー。そうです、ね、アンダーザレインボーですか。綺麗だったですね、はい、さあ、あ、そして3人目はこの先生。愛知県知多市の匿名希望の作品。お前ね、その男のくせにね、その恥ずかしいね、どうもそのセーターなんか編んだりなんぞしてね、なんだよね、誰にそんなもの編んでんだよ。いや、実はね、あの惚れた女ができちまったんですよ。セーター編むほど、一体誰だい。それがね、毎晩俺あの三丁目の角に出るその六六首なんですよ。六六首、それじゃ驚いたに。それがいい女なんですよ。でお前もう出来上がるのかい。いやー、あとは首の部分だけなんですけどね、編むのが大変でね、これ。うん、あいつも首を長くして待ってるんですよ。うまいね、うまい、ね、うまい。ハッピーチャーはいいですから、沢さんのサインをくださいなんて書いてある。それでは美人白菜にはですね、沢さんのサインをお送りしましょう。さあ、今夜のお題は今お気づきの通りセーター、セーターでございますね。それでは山下先生から参りましょう。はい、埼玉県の猪俣光一さん、はい、いらっしゃい。セーターで、セーターで阿弥陀くじするバカ息子。バカ何日かかるんでしょうね。キリがないってやめときなさい。ひろた、ごめん先生。はい、名古屋市後藤るかさん、いらっしゃい。手編みなの、うん、差し出す君はニューハーフ。うわ、もらいたないな。もらいたない。怖いですね。うん、ニューハーフ、うんうん、まあ、それもいいけどね、うんうん、それもいい、手作りなんだから愛がある、うんうん、それだけに怖い。青木千恵さん、針先に魔法の杖を見るように。すごいよね、あの上手い人が編んでるの見るとね、はは、何がどうなってるのかよく分かんないんだけど、形になっていくあの凄さってのがありますよね、うん。さあ、山下先生どうぞ。はい、千葉市の谷川歌子さん、いらっしゃい、はい。小錦の、小錦のセーター手掛けて早3年。かかるだろうね、小錦のセーターじゃ。これはかかるわ。ねえ、なん、どのぐらい毛糸使うんだろうね。何倍でしょうね。普通の人のね。何倍だろうな、5倍くらい使うんだよ。ねえ、何のもんでしょうね。小錦がセーター着てる姿って見たことあるかところで。ないですね。車に乗った姿見たことあります。あるね。車がかしいでたね、斜めに。びっくりしました、あれは。広田ごめん先生、参ります。はい。埼玉県の猪俣光一さん、いらっしゃい。そんなもの、そんなもの、買えばいいのさ、バーゲンで。そんなもの、そんなもの、やけになんなくたっていい、やけになんなくたっていいじゃないか、ね、手紙をもらえないからダメだってことじゃないんだよ、ひろた。そうだね、でもね、そんなもん買えばいい。みんなそんなやけになっちゃいけない。うん、じゃあ自分で編んだらどうだ、いっそ。うわ、したくない。ヒロ君。うわ、かい。ケイト巻いとくもん。あ、巻いとく。首に、首にいいね、ぐるぐる巻きにしてやるか。徳島県徳島市の内山和子さん、お題セーター。今この手にてぬくもり編めるありがたさ、うん、編む方はこういう思いなんですよ。
ですね。私がこうして編むことによってね、うん、俺がやがてあの人が喜んでくれる、うん、そう思えば本当に手に拍車がかかるといったもんでございますよ。いいじゃないですか、いい光景です。そろそろ決めの一句参りましょう。山下先生。はい、大宮市の五十歩百歩さん、うん、いらっしゃい。重ね着で、重ね着で冬を乗り切る、冬を乗り切る自爆霊、自爆霊、やめなさいっての、やめなさいっての、重ね着、そう寒いだろうな、あんなずっとね、うん、ずっと同じとこにいんだもんな。寒いです、寒いかもしんないな、本当に、うん、でもセーター着せてあげないようにね、そっとね、後ろから逆に怖いから、怖い。広田先生、はい、決めの一個、千葉市、うん、氷河期内重治さん、おお、肩幅を、肩幅を叱られたのに届かない肩幅を測られたのに届かない、測ったなってやつだな。そうですね、うまいね、うまいな。さあ、さだがまんの決めの一句は名古屋市の鈴木敦子さん。思いつつ編む時に編む恋心、相変わらずお上手でございます。お上手です。思いつつ編む時に編む恋心、案外恋に恋するというのはこういうこと言うのかもわかりませんね。さあ、それでは各所発表してまいりましょう。まず名誉ある山下安安賞。はい、安安賞は名古屋市のペンネーム、はい、パーカッチョンさん、うん、切るたびに編み目が縮む、恨みます。うわ深いですね。深いね。そのような作りになったセーターだったりしてね、鼻からね、切るたびに縮んでいくようなね、怖いね、うん、形状記憶ケイト広田ごめん先生、名誉ある、あまり名誉ないな。はい、清田、ごめん賞は、はい、ごめん賞は千葉県、うん、大ボラを吹く虎次郎さん、うん、カシミヤを、カシミヤを店の名前と思ってた、まぬけ僕もそうでした、やっぱり、はい、カシミヤさんのセーターだと思う、カシミヤ、カシミヤってありそうだもんな、カシミヤって言ったらね、あ、うん、そういう可能性あるね、はい、あ、キャッシュメアって書いてあるんだけど、どうでもいいけど、よく読むと、あ、そうですか、うん、カシミル、カシミル高原に住んでるあのヤギのお尻の毛なんだって。うん、高原に住んでるからね、うん、あの保温に気を使ってるっていう、あ、そうなの、あったかい、その柔らかいところばっかりを集めたから高いんだって聞いたぞ。匂いませんかね、そのまんま編むんじゃないなるほど ね。広島県呉市の酒井健一さんに佐田釜賞を差し上げましょう。お題セーターでいただきました。セーターのイニシャルを見て中ほつれ、セーターのイニシャルを見て中ほつれ、うん、余計なこと書いてあるんだね。ね。うん。さて、以上をもちまして、各賞の入選者にはレコード系をプレゼント。はい。来週からお題が変わります。うん。文庫本。文庫本。来週、再来週は文庫本というお題でもって皆様からの句を選ばせていただこうと、こういうことになっております。はい。以上をもちまして、深夜の会おしまいおしまい。49歳会社員です。実は私の夢は OL になることです。有給もボーナスも海外旅行のために無邪気に使い切ってみたい。だって AB ロードには10万円台のニューヨークやパリがいっぱい出てるんですもの。と無邪気に言ってみたい。地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロード。すいません、アルファロメオのジュリエッタを探してるんですけど。うちにはないですね。ないっすか？もうここで525件目なんですよね。どこにあるんですか？ここ、カーセンサー。そう。あったー。欲しい車を探しましょう。カーセンサで、最後のコーナーはちょっと一服のコーナーなんですがね、今日はおはがきをできる限り読んでいきたいと思います。はい。佐田畑部屋の幕内健二がこういうはがきを書いてきました。いらっしゃいやりました。先日茨城県の教員採用試験に合格しました。生まれた時から教師になろうと思っていた私は神の見えざる手によって導かれました。来年から高校の数学教師です。うん、茨城県の高校生の皆さん、佐田県を作って待っていてください、うん、できることなら母校の土浦一高に行きたいな。うん、よかったですね。うん、この番組から、この番組出身の学校の先生って結構多いけどね、幕内健二もそう学校の先生になりますね、いい先生になってくれるといいね、はい、うん、先生によって人生が変わるってことは本当にあるからね、はい、そういう先生になってあげてください。
宮崎県の佐波戸久美子さんいらっしゃい。ふるさとを大切にされているマッサンならよくわかるのではと思いますが、私も宮崎市に住んでいて、故郷の延岡とは汽車で2時間というところなんです。帰郷するときは本当に嬉しくなります。今回マッサンのお日向コンサートのために帰郷しました。短大2年ということもあり、荷物を少しずつでも持って帰ろうと思っていたため、見ているだけでもすごいというほどの手荷物でした。各駅停車の普通列車に乗り終点延岡に着きました。たくさんの荷物の中必死に切符を出して改札口に行きました。すると駅員さんが、お帰りお疲れ様でした、今日はゆっくりしなさいと言ってくれました、ほんのささやかなこの言葉がどんなにか嬉しかったか、マスさんにはわかるのでは。そうか、ふるさとの言葉でね、優しい言葉をかけられるぐらい嬉しいことですね。そうですね、本当にそうなんですかね。よかったね、いい町に、生まれたね。鳥取県の倉吉市からもらいました松田孝子さんいらっしゃい。佐田さん、出来たての寿司がとっても柔らかいってことご存知ですか。私はこんな田舎に住んでいながら、出来たての寿司がとっても柔らかいことに感激しています。去年の落ち葉や虫たちの死骸やいろんなものが土になってこの地球を覆っているんですね。どんな豪華な絨毯よりも足に優しいし心にも優しい、こんなことにやっと今頃気づくのは私だけでしょうか。でも気づくことができて嬉しい、土が柔らかいことがとっても嬉しい、ああ出来たての土って表現がいいなと思ってね、なかなかこういう表現ってできないんだけれども、まあ腐葉土というんでしょうか、あの農業に適する土が何でもないところから生まれて出来上がるまでに最低1500年かかるそうですね、それを人間の例えば農業の在り方とかね、そういうことでもって人間が生きていかなければならないということが大前提になりますから、やはり、農民が食べていくにはある種の農薬を使わなければならない、そうして、いかなければ生き抜いていけない時代がかつてありました、今は少しずつ時代が変わって農薬を使わないものというものをみんなが求め始めた時代は変わりますね、だけども一旦、壊された土というのが復元するのに1500年かかるそうです、まあだからといってね、みんなも努力しながら一生懸命ね、何もみんなの体を悪くさそうと思って、農民が意地悪でね、そんなことしてきたわけじゃないんだし、彼らばかりを責めてもこれはね、どっか違うような気もするし、じゃあどこが間違ってたのかもう一回見つめ直してね、またここでブレーキかければ1500年後のね、土は元に戻るわけだから、そういうふうにのんびり考えればいいんだよな、考えてね。だけどね、心に余裕があるとこんなことも言えるけどさ、ちょっと忙しいとさ、まあんなね、もうあれはね、水田破壊だとかやっぱり言いたくなっちゃうんだな、ごめんね、飲みの皆さん、頑張ろうよ、なんだかわかんないけど頑張ろう、不思議なハガキも来とるぞ、一輪出しのデイジーからこういうの来てます。日曜の朝駅で思ったこと、改札口のおじさんにドラム叩かしたらきっとうまいだろうな。わかるな、これ。わかるな。やってるもんね。いいリズムですよ。いいリズムですよ。なかなかリズム変わりますけど。はい。お知らせだけ一つね。11月11日の日曜日に、プラネタリウムライブ、聖夜、星の夜という、ライブを、北トピア科学館6階のプラネタリウムホール、JR 京浜東北線王子駅下車徒歩5分で行います。入場は無料です。人というフォークグループ、フォークギター2本で、他人の歌ばっかり歌ってる男2人組です。星空を見ながらのライブに興味がおありの方は、ぜひともご来場ください。会場18時半、開演は19時です。明日になります。もう今日になりますね。11月の11日。はい、プラネタリウムライブ、北トピア科学館6階のプラネタリウムホール、JR 京浜東北線王子駅下車徒歩5分、アマチュアの2人組が頑張ってますからね、よかったら行ってあげてください。今週最後の歌です。もうちらほらと諏訪では白いものが今夜待っておりました。さだまさしです。晩鐘。さだまさしの今夜はですね、オープニングからチャレンジ50の札幌市の小島由香さんがずっと電話でね、この放送を聞き続けてくれてました、小島さん、はい、いよいよラストレターの時間になったんですけど、はい、どうでした？楽しかったです。そう、はい、まあ、途中でね、勝さんのクイズ一緒にも出てもらったりしたけど、まあ、こんな調子でね、はい、やってますんで、はい、また辛いだろうけど頑張って聞いてちょうだいよ。はい、わかりました。いつか札幌にもネットできる日が来るように、そうですね、頑張るからね、はい、また来週からダトンと戦いながら頑張って声援を聞いてください。はい。それじゃあね。はい、どうもありがとうございました。おやすみなさい。
ということでもってね、小島さんも納得してくれたかなと思うわけでありますかね。なかなかハッピー鈴木も粋なことやりますな。そうですね、電話でもうちょっと他に考えようがなかったかと思わないけど、料金は消費税相当額を含み、はい、1時間28分で7251円、1時間28分で7251円です。なるほど、ありがとうございました。いや、どういたしまして。あ、そうですか。100番の方も最近はコンピューターになったんですね。昔はね、だったんですけど。そうですか。小島さん、値段のことは気にしないでね。大丈夫だから。さてさて、ね、来週は久々に、本当に久々って感じですね。はい。東京文化放送に帰りましてお届けするんですがね。諸般の事情によりまして、通りがかりの人に入場していただけません。ですから、これ公開番組でありませんのでね、通行証がないと文化放送にも、来られませんのでね、はい、残念ながら文化放送には来ていただけませんけどもね、はい、頑張ってやりますからね。セイヤングははがきコミュニケーションラジオです。お便りの宛先は全部一緒。郵便番号 160-0 に文化放送さだまさしのセイヤング、それぞれの係宛てでございます。まあしかしこんなに一気に冬が近づいてくると思わなかったね。一気にですね。本当に一気に近づいてきた。はい。今日は虹を渡ってね、はい、諏訪へ入ってきて、そうです。それで、そのちらほらと舞ってくる白いものを見てね、息が真っ白だったね。本当に。まあこれから冬に入るわけだけども、冬を来たりなば春遠からずっていうからね、頑張ってね、明るい春を待とうでありません。はい。さだまさしの提案がアネックス。この番組は地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロードがお送りしました。最後までのお付き合いどうもありがとう。お相手はさだまさしでした。